モデル700サイテーションロンジチュードロンジチュード、セスナサイテーションロンジチュードは、航続距離が 6500km のビジネスジェットで、セスナ社のサイテーションシリーズのモデルである。2012年5月のエバスで発表され、2016年10月8日に初飛行し、2019年9月21日に、形式証明を取得した。 ハネウェルの HT Kai 7700リットルターボファンエンジンを備え、アルミニウム製の機体は、ラティチュードの胴体と断面形状は同じだが、長さは座席1列分ほど伸ばされている。また、交体角28度の主翼と T 型の尾翼を備えている。この機の計画は、開発が中止されたサイテーションコロンバスの後継とされる。ロンジチュードの胴体断面形状は、 直径が2.11メートルで、ラティチュードと同じである。ビブは T 型で、胴体はエリアルールに従った断面形状をしている。主翼は角度の緩やかなウィングレットを備えており、胴体も主翼もアルミニウム製である。キャビンはコロンバスの設計よりも18センチメートル短く15センチメートル細い。当初はスネクマのシルバークレストエンジンを動力にする。 予定だったが、量産モデルは、ハネウェルの HT 回7700リットルターボファンエンジンを用いている。主翼やビブはフォーカー4000に似ているが、ロンジチュードはウィングレットを備えている分、全幅は161センチメートル長くなっている。主翼は、緩やかな長臨界形状で、 内側の25%減長点で26.8度、外側の25%減長点で28.6度の高対角になっている。元になったラティチュードは乗客6席使用だったが、ロンジチュードの胴体は8席を収容できるように強化され延長されている。キャビンは高さ1.83メートル、幅1.96メートル、 長さ7.62メートル、床の幅は1.24メートルである。離陸重量は14,130キログラムで、最大離陸重量が17,920キログラムのため、重量には3,790キログラムの余裕がある。この離陸重量で離陸すると、高度6,000メートルまでの上昇速度は、毎分777メートルである。 高度1万3000メートル、国際標準大気マイナス4度の環境で、マッハ0.83で巡航すると、毎時390から400キログラムの燃料を消費する。ロンジチュードは2012年5月のエバスで発表された。当初はスネクマのシルバークレストエンジンを搭載し、2600万ドルの価格で2017年に市場投入される予定だった。 しかしシルバークレストは開発が遅れたため、エンジンはハネウェルの HT i 7700リットルに変更された。2016年10月8日、試験員1号機が初飛行を行った。2号機は同11月に初飛行を行い、これらの2機で2017年3月までに計125回、延べ250時間の飛行を行った。さらに三月には三号機も導入され、 アビオニクスの開発やフライトシミュレーター用のデータ収集などが始まった。また、この時点で量産モデルの生産も始まっていた。4号機は2017年5月に飛行試験に加わり、内装や環境制御システム、余圧などのキャビンに関する技術評価のために用いられた。最初の量産機は2017年6月12日にロールアウトし、 その時点までに4機の試験機が延べ550時間の飛行を行った。2018年5月までに3000時間を超える飛行試験が行われ、翌月には飛行試験や20万ページに及ぶ文書作成は完了すると見込まれていた。しかし従来のプロセスと比べて、地上試験も飛行試験も FAA に要求される項目が倍増し、経験したことのない新たな試験や、 文書作成が必要となり、形式証明の取得プロセスは大きく遅れることになった。特に問題になったのが、トランスワールド航空800便墜落事故を受けて、できた燃料タンクの規制で、燃料タンクの可燃性を試験プロセスで検証することが求められた。ロンジチュードの燃料タンクそのものは、アルミニウム製の翼の中に収容されていたが、 燃料系統の一部はフェアリングで覆っているだけだったため可燃性に問題があるとされた。このままでは形式証明を取得できないため親会社のテキストロンは FAA に例外扱いすることを2月に嘆願していたが8月になってようやく2020年1月末までの一時的な適用猶予が認められた。しかし2018年10月1日までに コンプライアンス計画を提出することが義務付けられた。10月15日、ビジネスジェットのフラクショナル事業者であるネットジェッツは最大175機のロンジチュードと150機のヘミスフィアを購入することを発表した。2018年12月、累計1650回、4050時間に及ぶ飛行試験の後、ロンジチュードは FAA の事前形式証明を取得した。 この時点では2019年初頭に初号機を引き渡すことが予定されていた。しかし燃料タンクの可燃性に関する問題が完全には解決していなかったため、機体は完成品として引き渡しできるものの、標高の高い空港や短縮垂直間隔での運用は制限され、また、ロンジチュードの電気配線のメンテナンスをできるのはテキストロンに限定するという条件付きの 事前形式証明だった。テキストロンは燃料タンクについて一時的な例外扱いではなく、高級的な適用除外を求めていたが、2019年6月にそれが認められた。その結果、当初の予定から18ヶ月遅れて、2019年9月21日に、ようやくロンジチュードは FAA から正式な形式証明を取得した。 そしてすでに初号機を顧客に引き渡したことを10月2日に発表した。ありがとうございます。